本田さんでも長渕さん始めて他の人の話聞いてみてどうですか、役に立ちます？多分その僕もそんなもともとこういう IT 系のサービスのアーリーアダプタータイプじゃないので、今回って自分で立ち上げたからもう完璧なもうイノベーターぐらいの立ち位置じゃないですか。うん、まあ、そうですね、あの仕様から入ってますからね、はい、こうした方がいいとか、はい、でみんなのそのサービス立ち上げで使い方がよく分かってない時期からのこのコンテンツを聞くっていうのってなんか勝手にツイッターとかなんかインスタグラムとかも最初って創業者どんな感じでこう盛り上げていってたのかなとかって想像しながら、これでいいのかな、このコンテンツでいいのかなとか思いながらも、ただ一方であの単純にアスリートたちの生の声を聞けるんで、あ、そんな側面があったんやっていう、試合だけではもちろん見れない、裏の顔は僕にとっては新鮮で勉強っていうか刺激、まあ一応同業者みたいなところがあるので、あの競技は違えど体で表現するっていう意味では、まあ、学びはありますね、やっぱりそれは。なんか僕そのスポーツと全く無縁なところから来たので、そのスポーツ系の人と考え方真逆なんですよね。例えばじゃあその日本で豆腐屋やりたいって誰かが言ったとしたら、基本無理だよねって僕言うと思うんですよ。その豆腐屋さんって多分今9割以上の人始めたら失敗すると思うんですよ。その要はビジネスって大体うまくいかないことがあるし、じゃあ豆腐買うときもスーパーで買うじゃん、コンビニで買うじゃん、豆腐のためにわざわざ店なんか行かないでしょ。で実際世の中の豆腐屋も減ってるよねっていう統計の話をしちゃうんですけど、そのスポーツマンって例えば金メダル取る人って世界中の人が同じ競技やって4年にたった1人のトップを決めるとか明らかにおかしいものを狙ってるじゃないですか。でその金メダル取る人でも必ず1人いるんですよね。だから統計でじゃあ金メダル取れますかっていうと、もう 99.9% 取れません、やめた方がいいですなっちゃうわけじゃないですか。でもトップランナーの人たちってそのたった一人の枠があるんなら俺いけるんじゃねと思ってる人たち でその人が多数派で話をしてるじゃないですか。だからすごい考え方がビジネスとか統計とかって一般と違ってすげえ面白いなと思って聞いてるんですよね。なるほど。それはすごく説得力があるし、その視点でアスリートって物事あんまり考えたことはないんですけど、なんかあれですね、なんかそのそこまでの無理難題を信じてるというドラマを演じてる感じですよね。だからその過程がストーリーになってる感じがしますね。どっかに何かを信じてるんですよね。でその例えばじゃあアメリカ人のなんか身長2メートルみたいな人だったら俺スポーツやったらいけんじゃねとかってあると思うんですけど、日本人って遺伝子的にはスポーツにはめっちゃ弱い民族じゃないですか。どう頑張っても基本いけないよねっていうところから行こうとすると、その考え方以外多分もう無理なんですよね。その筋肉もじゃあ同じ練習しても筋肉つき方違うし、もう身長伸ばそうと思ったら伸びないし、なのでじゃあ短い時間でどう訓練して強くなるかっていう考え方をどうコントロールするかっていうところを多分トップの人たちってやってて、で他の人がこうやったらうまくいったよねっていうのを真似してる限り普通の他の人にしかなれないじゃないですか。要はみんな頑張ってるわけで、同じやり方したら同じとこしか行かないわけで、なのですげえ頑張るけどみんなと違うやり方を一人だけ頑張った人だけがトップに行けるってすごい特殊な業界なんで、もともとやっぱりスポーツって、まあ、なんか僕が見てたスポーツってそのなんか NBA みたいなデニス・ロドマンとか、まあ、本田さんちょっと尖ってるとかあると思うんですけど、はいはい、なんか俺がっていうのでその俺偉いよねっていうタイプの人が多いのかと思ってたんですけど、長森さんの話聞いてるとみんな謙虚なんですよね。で会って話しても本田さん謙虚じゃないですか。テレビだとなんか偉そうにジャンケンその謙虚さとそのでも自分のやり方だけは絶対正しいと信じるっていうで根拠はないみたいなところのなんか強引さが同居しててなんか面白い人たちだなと思って見てるんですよね。その同居をどう育むかは答えが出てないんですけど、確かに全員その頑固さと謙虚さ持ってますよね。
だ本田さんも人の話すげえ聞くけど、曲げないところは曲げないって、すごいなんか信念あるんですか？いやいやいや、それは分かります。自分でも分かってるんで、うん、聞く耳持ってるつもりでも、あ、意外にここは俺折れたくないんやなっていうところは、なんかいつまでもこうグズグズこう引っ張ってるところがあったりとか、そのよく僕もうまく説明できないんですけど、なぜそこは譲らず、めちゃくちゃそこは譲っちゃうところの軽さは何なのっていうところの間がよく分かんないんですけど、なんかそのやっぱみんな芯がどっかにあるんですけど、その芯があんまり見えないんですよね、声聞いてると。ただ話してる内容とか、たまに出てくるこだわりとかで、うん、あ、この人こういうとこ超こだわるんだっていうのがちょっとずつ見えてくるんで、うん、またそれを全員のが聞いたらアスリートになれるかなれないかっていうのは、まあ、そこは分かんないんですけど、ただトップの人に共通してる考え方みたいなのが多分あるんだろうなと思うんですよね。うん、人と違うってことに価値を考えるっていうのは、多分今回7月1日、これがだから放送されるこの日から、あの西村さん含めていろんなアスリート以外の方にも参画してもらえることになったんですけど、今回あの西村さんと話す前にも5名の方と対談させてもらってですね、やっぱりその体を使おうが、じゃあプログラミングをしようが、じゃあ芸能人だろうが何だろうが、その前業界内でそれなりに上に行ってる人っていうのは、やっぱり当然ながら今言った金メダル取れるなんて 99.9% 無理っていう 0.1% の可能性のマイノリティなので、マイノリティということになんかすごく幸せを感じる人とか、何か本来であればマイノリティって嫌な気持ちになったり、なんか自分多様性ってアメリカではポジティブに言うんですけど、日本だとやっぱ右向け右の文化だったりするじゃないですか。人と違うことはむしろ悪みたいな。でも少なくとも今 Now Voice に参画してくれてる皆さんは、僕が感じるに、その人と違うってことをものすごく価値として表現することができる人たちっていうふうに思いましたね。確かにトップランナーをどう採用するかっていうのも本田さんの勘ですからね。いや僕だけじゃないですよ。この人はやめましょうの基準が分かんないですよ。僕的にはこの人結構有名だと思うんだけどなみたいな、いやこっちですみたいな。そこは多分マイノリティ的な感覚だと思うんですよね。僕すぐ統計見ちゃうんで、じゃあそのツイッターのフォロワーがどうとか、なんかインスタでどうとか、じゃあそのテレビの冠番組何個持ってるみたいな、その分かりやすい論理的説得材料を探してるんですよ。で本田さんがこの人って言った人がなんで選んだか分かんないですよね。でそうは言っても言ってること聞いてると、あ、面白いなこの人って人がいるんで、そこら辺は何なんだろうなと思って見てますけど、僕なりにもちろん全部一人で僕が決めてるわけじゃなくて、みんなもうなんかちょっと誤解が生まれるんですけど、皆さんって決めてるわけなんですけど、はいはい、まあ、僕のあの意見としては、その人の結構これまでの発信した言葉とかを記事とかので拝見していてですね、番組とかですね、でやっぱそこでのやっぱり中身の濃さっていうものは、その人の知名度に関係なく、今回は僕の勝手な物差しのトップランナーというふうにさせてもらってるんですよね。やっぱそれ大事だと思うんですよね。こうただ単に知名度だけって本当に言い方悪いですけど、作られた場合がある業界によっては存在したりもすると思うので、その前って Now Voice じゃあお願いしますって言っても、Now Voice ってまさにビジュアルないんで、中から内在的なものなので、歩き方とかそんなごまかし方できないし、振る舞い方とかごまかせないんで、普段考えてることを話してもらわないといけないっていうところでは、割と本物の人たち、まさにトップランナーの方たち。おー、じゃあ本田さんは作られた人を見抜く自信があるんですね。ないですけど、まあそのいわゆる僕なりの物差しではジャッジさせていただいてますっていう感じ。ひろゆきさん、ひろゆきさん一個聞いていいですか。ひろゆきさんから見て、本田さんってこの多分1年間こう多分急に仕事しだしたって関係だと思うんですけど、ひろゆきさんから見て本田さんどんな風に見えてるんですか。あ、
面白いなと思って見てますよね。その、まあ、その僕だったらやらないことなんですけど、要は僕頑張らない人なんで、いかに手抜いてうまくいくかを考えるんですけど、うん、本田さんってここにある程度望みがあった時にめちゃめちゃ努力したらそれを伸ばせるって考えるんですよね。でそれ本当にやる人なんで、うんうんうん、僕だったら選ばない道進んでドアこじ開けたりするんで、あそこ開くんだみたいな、うん、例えばお願いしますって言って断られたら、あ断ったからもういいやなんですけど、本田さん何度も行って3回目で OK もらいましたみたいな、うん、そんな行くみたいなのをやるんですよね、うん、なるほどなるほど、違うので、だから僕はさっさと諦めちゃうんですよね。だからなので金メダルは取れないタイプなんですけど、そこのなんか諦めない頑固さと、あと続けてきた事業をこれ違うなって言ってサクッとやめてしまうみたいな、うんうん、そのものすごいドラスティックな切り方をするところと同居が面白いなと思ってて割と非常に勉強しちゃうんですよ。なるほど、西村さんにはかなわないです本当に、うん。あとひろゆきさんもう一個教えてほしいんですけど、ひろゆきさん今まで01のサービスいろいろ立ち上げの経験一番あると思うんですけど、なんかこうスタートしてからどれぐらいのタイミングでなんかその本当の手応えを感じたとか、なんかそういう時間軸ってなんか今までで経験上あったりしますか？あでも大体初日に答えが見えるっていう説が、まあ、僕だったりあのケンスっていう人が言ってるんですけど、あ割とそんな気はしますね初日、うん、その初日の時に大体出揃うんですよね、ある程度、うん、その出来が悪い状態だとしてもこういうものだよねって出揃って、で世間の人が、まあ、これを見て面白いねって思うか、もう二度と見ないって思うかっていうので、うん、大体その反応が、じゃあ二度と見ないって思う人が9割だとそのサービス絶対潰れるんですよ、うん、でもなんかまた見ていいなって思う人が、まあ、あの1人ずつ増えるっていう状態だと続けてればいつか人数が増えて結構大きなサービスになるっていうのがあったりするので、うん、なので初日で大体見えるかなって思ってる派だったりします。えこれ初日この事業初日大丈夫でした？あだそういう意味でいくと、そのコンテンツの内容の価値が割と高いので、うんうんうん、そのただ音声メディアって面白さが伝わらないんですよね。僕もともと音声メディア反対派だったんで、うんうんうん、その YouTube とかってじゃあサムネイルがあります、タイトルがあります、で見なくても大体ある程度内容が分かるんですよね。じゃあ再生数があったりとか、うんうん、評価があったりで、なのであこれってみんなが面白いと評価してるやつだから面白いから見てみようみたいな、見る前に判断できる材料があるんですけど、うん、音声メディアって基本ないんですよ。でその面白いシーンってその映像として見せるのを YouTube だと最初の3秒間ぐらいにダイジェストみたいなのを出して、そうですね、これ面白いでしょ、だから最後まで見てくださいってやれるんですけど、本当にそれできないじゃないですか、うん、なんか盛り上がりが分かんないし、うん、どう面白いかが分かんないので、うん、再生をさせるためのまず最初のクリックが難しいと思ってたんですよね、うん、なるほど、音声メディアっていうのは基本うまくいかないと思ってたんですけど、うん、今回ってその最初から価値ある人連れてきてます。なので、うん、その人の話聞きたいでしょっていうところがまずあって、なのでファンの人は聞いてくれるっていうのがあるのと、うん、あと話してる内容はやっぱり他のところで手に入らない話なんですよね、うんうん、その YouTube とかやっぱりいろんな多くの一般の人たちが喋ってるんですけど、そのトップランナーの人たちって、まあ、忙しいのもあって YouTube なんてやってらんないし、でそのテレビの収録とかもなかなか行く時間ないしなので、内面で思ってることをじっくり話してくれるメディアがなかったんで、そういう意味ではそのコンテンツにも価値があるし、お客さんが来る構造も作れてるので、初日の段階で割とおいけるかもねっていう感じになってました、はい、救われましたなんでじわじわと使っていく人は増えていくと思うんですけど、うん、そのどこかで突然バカ当たりしてドーンっていうのが来ると思うんで、それまでの間をじわじわがどれくらい耐えるかって感じかなと思ってますけど、うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。うんうん、本田さん的にはどうですか、なんかどういう乗り方すると思います、うん、僕はね、あんまこの業界で経験値がないんで、正直言うと本当全然わかんないんですよ。ただ、先ほども言ったように、もうなんですかね、経験がある人たちからいろいろ日々壁打ちさせてもらいながらいろいろ情報を盗んでるんで、で日本だけじゃなくてアメリカの音声サービスがどんな感じにいけてるかっていうのも、アメリカサイドでも僕ファンドやらせてもらってる関係でいろいろネットワークあっていろいろ聞いてるんで、間違いなくこの YouTube の流れからですね、まあ、アメリカだとスナップチャットがすごく人気あるみたいなんですけど、まあ、あとインスタですね、
だ要はショートビデオとかっていう流れにも今後日本でも行くと思うんですね。で、ただそのショートビデオはどっちかっていうともうレッドオーシャンのところにまあ行くっていう流れの中で、まあ音声はすごくブルーオーシャン。それは何に感じたかというと、やっぱりディスコードがまさにゲームがメインなんですよね。ゲームがメインなんですけど、ディスコードがサブであれだけ広がるっていうのは、YouTube やショートビデオはメインなんだけど、音声でナウボイスが広がるっていうのは、なんかその立ち位置として、もちろん一緒に使うっていうことでは、全くが 横に動かせるわけじゃないんですけど、なんかそのブルーオーシャンの意味合いとしては、なんかそんなポジショニングかなと思ってるんで、マクロで見たときに、まず必ず来るだろうなっていうのはあります。ただ、あとは僕らがいかにポジションを確立していくかっていうのは、ビジネス上では大事だろうなっていうふうに思います。ながら文化が結構増えましたからね、その iPod でなんか聞きながら作業するとか、じゃあそのスマホいじるときもなんかバックグラウンドでなんか流してるみたいな、そこでその音声でバックグラウンドでながら聞きできるっていうのは、まあ、いいポジションになるんじゃないかなと思うんですよね。あとは本田さんがどれぐらい面白いナウボイスを録音できるかによると思うんですけど。いやいやいや、そのまま西村さんにその言葉をお返しします。いや、僕タレントじゃないですよ。僕その企画とかシステム作る裏方なんで、僕自身はそんなに面白いこと言えるタイプじゃないんですよ。いやー、それを引き出す質問をね、ナウボイスで用意しましょう、黒富さん。はい、そうしましょう。西村さんはね、西村さんすごいのは、僕 YouTube、西村さんの YouTube を見させてもらってるんですけど、とにかく質問に答えまくるっていうやつやるんですよ。あれやばい、あれやばいっす。あの質問に答えるやつの質問は本当に選ばず答え、どんな難易度高いやつでも瞬時にとりあえず判断して答えるみたいなやつなんで、なんかどっちかって言ったら、あれをマジでライブでやらせなしで西村さんに挑戦してもらうみたいなっていうのが僕あって本当に西村さん何でも答えれねえのかみたいな。いや、別に知ってることしか答えてないですよ。ただその要は知らないことを知らないってはっきり言う人って言わない人がいて、僕知らないことを知らないって言うんで答えやすいんですよね。その編み物のこととか聞かれて分かんない、分かんないっすっていうのが許されるキャラと許されない人っているじゃないですか。でもじゃあそのなんか頭いい人ですっていう人が来て、じゃあそのなんかチェチェンの問題に話してくださいよとか言われても、そんなに詳しくないと話せないじゃないですか。うん、僕、その別にそっちが売りじゃないんで、いや、知らねっすって言えるので成立するっていうのがあるんですよ。なので、でも別に僕がいろんなこと知ってるわけじゃないんで。いや、でもなんか僕のイメージだと、知らないですとか言いながらも、なんかその父につながるどっかの話を脳のどっかのデータベースから引っ張ってきて、なんか話すうまさが、なんか西村さんの僕センスだと思ってて、あ、ただ知らないで終わらさないんだみたいな。まあなんか、それっぽいことをそれっぽく言って人を騙すっていうのは、ビジネスマンってそうじゃないですか。ものが出来上がってない段階で、こんなサービスできたらいいと思いませんみたいな夢を語るんで、なんでその、なんとかつながりを見つけて、こう、夢を語って相手が、なんか、勝手に納得するように仕向けるっていう、そういうテクニックはもう40年ぐらいやってるんで。そうですね。じゃあそのテクニックを駆使して、ぜひトップランナーとして、はあ、いやでもそのくちゃ八丁手八丁で騙すのとトップランナーの本当に成果出すのって全然違うんですよ。彼らってその考えを自分で実現して成果出してるじゃないですか、うん、僕自分が絶対うまくいかないっていうのでも相手に進める自信ありますからね。僕自分ではやらないこととか言えちゃうんですけど、トップランナーにとって自分で言って自分でやって成果も出してるじゃないですか、うん、やっぱ言葉の重みが全然違うと思うんですよね。その差は大きいかなっていう。いやいやいや、うまいっすよ西村さん。まずそうやって自分のハードル下げたところから、はい、アウトプット出すんで、本当逆に一番ずるいと思ってます。はい、はい、僕もずるいなと思いました今。いやいやいや。じゃあ7月1日、まあ1回目の投稿はもう配信されてますけれども、それ以降も西村さんの、はい、お忙しい中ですけども、隙間隙間で面白い投稿待ってますんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。